お待たせしました。コールオブデューティーブラックオプス3トップ5プレイズウィーク3。今週もとてつもないクリップが揃いました。第5位から見ていきましょう。エビさん、フリーフォールカーのエントリー。まずはベスパーで1キルして、ここで2キル目、ここでキネティックアーマー獲得、すぐに発動して3キル目、4キル目、そしてリロード、まだ割らないぞ、5キル目、6キル目、さらに戻っていく、そして7キル目、この反応、素晴らしい。リロード挟んで、またまた戻って、8キル目、そして9キル目、なんとフリーフォールで9連続キルのキルチェーン達成。これはすごい動きでした。第4位、ラーキャデラック。さあサウマシンガンでキルした後、サイスで2キル3キルといったところで A 旗が捉えたのを確認して戻っていきます。さあ飛んできた敵をこの M4 キル目、5キル6キルと敵の前線を潰して空中で7キル目、そしてリスポーンに迷わず飛んで8キル目、9キル目はサウマシンガンに持ち替えてリロード挟んで10キル目がこのジャンプ、11連続キルといったところでリロード挟んでまだ終わらず12キル目、13キル目、すごい動きでした。そして第3位見ていきましょう。エビさん、なんと恋のエビさん、今週2回目のランクイン。ラウンド始まってすぐにオーバードライブで C 旗に走っていきます。さあ詰めてきた敵をスライティングで1キル2キル目、そしてリロード挟まずにスライティングで3キル4キル、さあリロードして迷わず C 旗に行きます。5キル目、6キル目、7キル目、さあここでリロード挟んでまだ湧いてくる、8キル目、9キル目、10キルしたところで味方が C 旗に集まり A 旗が捉えたことを確認して迷わずヘルストームミサイル、ごちそうさまです。14連続キル達成、ラウンド始まってすぐの14連続キル、素晴らしい。さあそしてボーナスクリップ、左下の名前がちょっと間違ってますが、なんとスパローのレインオブレスでダブルキルがファイナルキルカメラ、 SUURLL さん、素晴らしいクリップでした。そしてここからがすごいぞ。第2位見ていきましょう。 JQ パンボール、グレネードを投げたこの場面、よーく見ていきましょう。 B 旗が敵に取られています。味方はリスポーンに追い込まれ、進行方向は右しかありませんが、スモークで視界が取れない状況、死人で左側を確保、グレネードをバウンドさせて右側を確保、残すはやることはただ一つ、真ん中を避けジャンプしてスモークの中 VMP で一気に5人抜いてリロード、突き進んで残りの1人をダウン、なんと6組全員ダウン、素晴らしいプレーでした。そして第1位、なんと e スポーツルールからのエントリー、ノッキー0806 XR2 に持ち替えてまず1キル、さあ KRM で1キルしたところで一発って、さあこのチームが追い込まれた状況をもう一度よーく見ていきましょう。6対5、1点ビハインドのアップリンク、残す時間はたったの 6.1 秒です。さあここで味方がシュートしたボールは惜しくも外れてマップの端に飛んでいきます。さあ残る6秒でやることは1秒で1人ずつキルして2人キル、2秒、そして取って戻ってシュートするんですが、体で入れれば間に合わないということをこの6秒で判断しました。1キル1秒、残り4秒、スライティングでボールを取って3秒、振り向いて2秒、戻って1秒、ゴール、素晴らしい、ぴったり0秒、6対6、体で入れていれば負けていました。素晴らしい判断力が今週の1位です。トップ5プレイズクリップ随時募集中です。概要欄を見て YouTube でアップロード、もしくはギガファイルみんなのアップローダーからアップしてリンクを YouTube 内メッセージで送信してください。今週の BGM は Waysons Day Dream でした。今週はすごすぎて喋るのが大変でした。皆様のすごいクリップお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。お疲れ様でした。